理事になりましたので始めさせていただきます。この度ささやかなコンサートでございますが、ご案内申し上げましたところ、ご案内先のほとんど全ての方々に足を運びいただきまして、心から厚く御礼を申し上げます。お手元にお配りしたプログラムに沿って、途中休憩を挟んで約2時間半ほどでございますが、どうか最後までごゆっくりとお楽しみいただきたいと存じます。ちょっと講演の最中は暗くしておりますので、プログラムが見にくいかもしれませんが、ご容赦ください。本日の出演者は、こちら浅野和恵、私、成田陽介、そしてピアノは伴奏金松健二、なお金松健二は、芸大作曲家卒業後、作曲とピアノ演奏で全国各地で活躍中の若き現役のプロです。アルゼンチンタンゴについては2006年にブエノスアイレスでタンゴピアノを習得して以来、タンゴバンドでの活動のほか、多岐にわたる、ジャンルでの演奏活動をはじめ、アーティストのサポートなど幅広い活動実績を挙げております。本日は、その活動の多忙の中を時間を作って私どものために、バックアップをお願いすることになりました。素晴らしい伴奏とともに、プログラムの途中で独奏も2曲ありますけれども、最も古い曲の一つと言われているのではないかと思います。エルチョクロという曲を演奏したいと思います。エルチョクロというのはトウモロコシという意味なんですよね。で、なんでトウモロコシなのかっていうのが、いろんな人に聞いてもみんな、こうじゃないこうじゃないと、もういろんな説が、とてもあるんですが、多分ものすごく古い曲なので、いろんな説がこう入り混じって、どれが本当か多分、分からなくなってしまっているのではないかと思います。アメリカではキスオブファイヤーなどという、タイトルでも流行ったりした曲です。とても古い曲なんですけれども、今日はちょっと少しアレンジを加えた、自分なりのバージョンでお届けしたいと思います。それではエルチョクロ、お聴きください。
前半の最後に、デュエットでやはりアルゼンチンタンゴの中のワルツ三拍子の曲をお届けいたします。これは1942年のアルゼンチン映画でタンゴという映画がございます。その中で男女のデュオで歌われた曲でございます。内容は私の心に花を咲かせに戻ってきた幸せなあの夜の思い出、これほど愛し心を捧げた人は君以外に誰もいない、私は決して君を忘れていなかったという甘い歌詞の内容で、ちょうど加山雄三の君といつまでもの中に出てくるセリフみたいですけど、それのスペイン語版だと思ってお聞きください。それではフローレス・デル・アルマ、心の花。